セ学マナは、中華人民共和国の科学、技術者。専門は、空気力学、制御工学、東風弾道ミサイル、調整打ち上げロケット、海高二号巡航ミサイル等の開発を指揮。アメリカ合衆国における最初期の弾道ミサイル開発者で、ジェット推進研究所の共同設立者でもあり、第二次世界大戦中は、万派体計画に関与して、 アメリカによる世界初の原子爆弾の開発を支援した。米中の交渉で中国に渡り中国の宇宙開発に貢献して毛沢東の命名でヒアオと呼ばれた。中国科学院中国工程院研究院。千屋、淳泉家春。千学部ニ学森、小武氏。エ栄介船、栄楽船、栄建船、栄合船シ進。 工定控え性論、科学出版社、上海交通大学出版社、物理力学講義、科学出版社、上海交通大学出版社、星材高校概論、科学出版社、中国渡る出版社、水動力学講義志向、上海交通大学出版社。ありがとうございます。